私の出番じゃなさそうね。いや、ちょうどいいところに来た。媒体の準備ができた。あなたが決めて。これでいいわ。どれくらい記憶が残ってるの？彼。少なくともあなたのことは覚えてる。お目覚めの時間よ。もう時間みたい。私は行くわ。聞いて。すぐに誰かが見つけてくれるから、彼らについていくといいわ。選択の機会があるときに、自分が後悔するようなことはしちゃダメよ。このものの座標は宇宙ステーションから発信されたものじゃない。こんな時にまだそんなこと気にしてるの？うちらの目の前にいるのは心拍、脈拍ともに弱いな。え？うちが？うちは経験不足だから炭鉱がやってよ。待って、起きたよ。ちょっと負けたからって仲間を呼ぶのはずるくない？行くぞ。毎度こんなスリルを味わうなんて。まあ帰ってこられたし、結果オーライね。ミツキちゃん、旅立ちの時間。大丈夫だ。場所を変えて話そう。宇宙、銀河列車、IO、 SF 映画の世界にでも召喚されたのか。俺の体の中に性格とかいうわけのわからないものまで。星を捕まえてるの？うちもやったことあるよ。ま、星じゃなくてライトだったんだけどね。転ばない。乗客は座席に戻るのじゃ。転ばない。転ばない。まもなく跳躍が始まる。しっかり準備をするのじゃ。転ばない。ゴー。